これが吸血鬼。見た目はほとんど人間の少女じゃないか。これは物扱いを徹底せねば。おい N44、 君にはこれからここで訓練をしてもらう。分かってる。うん、言葉は通じるよ。喋りました。あーにゃ、君は本当に政府から派遣されてきた研究者なんだよな。はい、共和国空軍生態医学研究所の研究員アーニャ・シモニャン、18歳。専門分野は吸血鬼。